甲子園大フィーバー、慶応イケメンがやばい。今年の夏も球児が甲子園を沸かしたが、ひときわ、輝きを放つ存在が。美白王子こと、慶応のプリンス、丸田湊斗。色白で端正な顔立ちは、SNS でも写真が拡散され、イケメンすぎる高校球児として話題に、イケメンぶりで注目を集めているが、慶応不動の一番打者として、プレーでも見せる。慶応のトップバッターは丸田です。チームに勢いをつけます。決勝戦の幕開けは先頭打者ホームラン。決勝戦での先頭打者ホームランは夏の甲子園105回の歴史で史上初の快挙。丸田くんがイケメンすぎてヤバいよー。太陽の下で白球を追う球児らしからぬ肌の白さ、なんなん。日焼け止め塗ってるらしいで、あと2ベア。決勝で先頭打者ホームランは主人公すぎる。やば、スター性しかない。イケメンで、慶応で、野球がうまいとか、格差社会を感じる。俳優も真っ青のイケメンぶりを発揮し、大いに注目を集めた丸田だが、過去に甲子園に出場した俳優もいる。水上講師、創成館高校。2015年、第97回大会に出場。安藤優、成成工業高校。2005年第87回大会出場。伊藤剛、桐生第一高校。2003年第85回大会に出場。過去に甲子園に出場しながら、現在は俳優の道を進む人もいる。今年の甲子園を盛り上げた、慶応のプリンス丸田も、端正なマスクを活かして、俳優デビューなんてこともあり得るかも。今後も要注目。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。